60年ぶりの快挙、市川團十郎白猿。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが26日自身のブログを更新、そして麗華と歌舞伎座と題して娘麗華の60年ぶりとなる快挙を綴った。そして家では麗華のお稽古始まりです。11月の公演中ですが、12月の初日も近づいてきています。そして麗華と歌舞伎、歌舞伎座にて歌舞伎本興行で女性が出し物をした最後は昭和37年5月團十郎娘三世市川水仙の時だそうです。60年ぶりです。祖父の襲名の時でしたか。しかも同じ演目、なんか泣ける私がいます。楽屋入り。改めましておはようございます。打ち合わせでして食事遅れました。そして今日ももちろん一日一つずつ教えてます。そして吸収が早いので感謝です。口上へ行きます。少しずつ自分でお化粧、とても大切です。カンカン今日も男前ですね。この投稿にファンの方からは、60年ぶりですか、その60年前には おばあ様が同じ演目で襲名披露公演なさったのですね、すごすぎる縁ですね。麗華さん、いえ、ボタンさん、頑張ってください。私も頑張って12月夜の部、なんとかチケット取ります。60年ぶりの團十郎娘、ボタンさん、おめでとうございます。感激ですね。調べてくださりありがとうございました。60年を経て、それも成田屋さんで再び、團十郎白猿さん、ボタンさん、新之助さん、皆様で襲名を受けて舞台に立つという信念が結集して、今があるのですね。おめでとうが幾重にも重なりましたね、などと温かいコメントが多く寄せられております。ご縁を感じます。市川團十郎白猿。最後までご覧くださって心より感謝します。日本の誇る美しい歌舞伎の世界観を発信してまいります。チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。